はいどうも、レッドスターと申します。今回も開封動画を上げていきます。今回開封するのはこちら、マジック・ザ・ギャザリング、日本限定のチャレンジャーデッキ第一覚醒、こちらの方を開けていこうと思います。発売してどれぐらいだ、2ヶ月ぐらいかですね。もう一種類、なんかボロスフェザーでしたっけ、赤白のデッキ出ましたが、こっちの方がね、入ってるパーツがなかなか強いっていうの聞いたので、これを買ってみました。今回複数買いましたが、1個開けていこうと思います。というのも、まあ、ね、新品のものを開けるっていう楽しさがあるからいいですよね。中身、わかってますけどね。はい。ちょっと開けていきましょう。チャレンジャーデッキ日本限定ということで、海外ではこれは出てないタイプですね。今まではなんだっけな。チャレンジャーデッキ2018か。の時に、ハゾレとアグロとかね。パイオニアが始まったことによって、機体コントロールなんかも、今だとまたちょっと値段が盛り返してるのかな？未開封だったりすると。はい。これウィザーズ・オブ・コースって書いてないんだね。はい。開けていきましょう。スッとな。これいいよね。このデッキケースになってるっていうのがいいな、この箱が。で、開けると、なんだっけ。20面台っすか。ライフのカウンターできるやつと、これが、ガイドと、セパレーターと、お、出た！これですね。はい、夏の帳。これ出てから1ヶ月ぐらいで、禁止カードに入ったのかスタンダードかなんかで。はい。で、これ3枚入ってますが、これは今のところスタンダードでは使えないということです。で、まあメインデッキを紹介していきましょう。はい、と。いや、いいね、マジック。色合いがいい。すげえ反射するんだ。よし。さあ、見ていきましょう。レアは多分最初にいっぱいあるのかな。はい。見ていきましょう。まあ、ほぼほぼマジックはプレイしないので、まあ、解説はできませんが、見ていきます。ハイドロイド混成体、クリーチャー、ハイドラ、クラゲハイドラビースト。あなたがこの呪文を唱えたとき、あなたは X かな？の、半分の点数のライフを得て、カードを X の半分の枚数引く。それぞれの波数は切り捨てると。飛行に、トランプルか。強いね。まあ、飛行でブロックされない。で、ついでにトランプルっていうのは、打点を与えられると。超えた分だけ。タフネスを超えた分だけ。で、ハイドロイド構成体は、プラス1プラス1カウンターが X 効果で戦場に出る。強いよね。単純に、6とかやったら、66の状態で出て、6の半分だから3点のライフを得て、さらに3枚引くと。強いね。こいつが結構ね、高いんです。確か。3000円近いのかな。はい。次行きましょう。世界を揺るがすものニッサ。これは、闘争対戦のカードかな。確か。伝説のプレインズウォーカーのニッサです。日本版はちゃんとイラスト差分で日本の絵師の方が書いたやつありますよね。ニッサは3枚ですね。プレインズウォーカーいまいち分かってんですけどね。はい。これは、バイオドルイドですね。タップであなたがコントロールしている土地が生み出すことができるタイプのうち、望むタイプのマナ1点を加える。バイオドルイドの上に、プラス1プラス1カウンターが置かれているなら、代わりにそのタイプのマナ3点を加える。強いね。で、緑マナ2と3点で順応3を行う。このクリーチャーの上にプラス1プラス1カウンターが置かれていないなら、これの上にプラス1プラス1カウンターを3個置くと。まあ、自分で上の条件を満たせるのが強いね。はい。で、バイオドルイドも2枚か。はい。で、退色のハイドラ。トランプル。もうすでに強いと思うね、トランプルは。退色のハイドラは、プラス1プラス1カウンターが X 個置かれた状態で戦場に出ると。まあ、ハイドロイド混成体近いのかな。出た時に1個から1つ選ぶ。退色のハイドラ上に置かれているプラス1プラス1カウンターの数を2倍にする。あなたがコントロールしていないクリーチャー一体を対象とする。退色のハイドラはそれと格闘を行う。戦闘でいいのかな。だからトランプルをいきなり打点当たれるってことよね。出た瞬間にバトルになって。はい。ハイドラは、お、4枚ですか？いいっすね。で、お、集団強制。ソーサリー、クリーチャーやプレインズウォーカーを合わせて X 体を対象としてそのエラーのコントロールを得ると。これはラブニカのギルドのやつかな。確か。はい。XX 二つありますが、これはどういう払いをすればいいのかな、いまいちわかんないけど。一色じゃなくていいとかそういうことかな、わかんないけど。はい。集団強制は、4枚か。ちょっと重たいんじゃないかな。で、はい。
繁殖池、これも高いですね、いわゆる、ショックランド、タップで緑か青配りで、戦場に出るに際しあなたは2点のライフを支払ってもよい、そうしないならこれはタップ状態で戦場に出る、まあ、タップして、見えちゃった、出るけども2点払えばアンタップ状態で使えると、まあ、土地として優秀ですよね。はい、これも結構高いカードだった。はい、で、神秘の神殿、これは土地ですね、基本土地じゃない土地、タップ状態で戦場に出る、で出た場合に戦術を行うことができて、タップすると、まあ、色で分かるように緑と、青のマナーが出せると。で神秘の神殿はちゃんと4枚入ってますね。はい、ここからレア以外か、マラリーフのピクシー、飛行持ち、おいいね。で、タップすることで、マナーを生み出せる、マナクリーチャーだっけですね。まあ、出すのが微妙に厳しいか、決まってるのが色が。まあ、22あるし、飛行持ちなのは結構強いと思いますね。マラリーフのピクシーは4枚と。で、楽園のドルイド。楽園のドルイドがアンタップ状態である限り、これは受金を持つ。これは対戦相手がコントロールしている呪文や能力の対象にならない。でなおかつ、2マナ出せますが、1マナを生み出せる、マナクリーチャーですね。21、これも4枚か、いいね。でエリマキ神秘化、これ結構使えるカードじゃなかったかな。瞬足持ちで、エリマキ神秘化が戦場に出た時、呪文1つを対象する、あなたはそれを打ち消してもよい。あ、だから打ち消し持ちなのか。わー強いね。これアンコモンか、いいカード入ってるな。1234枚か、いいよね。チャレンジャーできてもワンセットで済むのがいいよね、大体は。薬術師の眼識、インスタントカードを2枚引く、まあ、シンプルなドローカードだね。4マナで、で再活、あなたはあなたの墓地からこのカードをこれの他のコストの支払いに加えてカード1枚を捨てることで唱えてもいい、その後このカードを追放すると、まあ、除外か、除外的なことになるけども、まあ、墓地にあっても使えると。はいはいはい、薬術師の眼識も4枚と。で、お、来た。成長の螺旋。これ結構強いと思うんですよね。インスタントで2マナ。緑と青。カード1枚引く。あなたはあなたの手札から土地カード1枚戦場に出してもよいと。1、2、3、4枚か。いいね。はい。で、はい、ちょっと宅配が来てました。続き行きましょう。茨森の滝、茨森の滝はタップ状態で戦場に出る。で茨森の滝が戦場に出た時あなたは1点のライフを得る、こちらも4枚ですね。まあ、あと土地カードですから。はい、森が 1,2,3,4,5,6,7,8 8枚ですね。基本土地の森が8枚、そして、残りが島ですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 枚、島は9枚あるんですね。はい、というわけで以上が全てになります。まあ、サイドボードはいいですかね、こちらは。はい、ざっと見てきましたが、確かボロスフェザーよりはピン刺しのカードが多いと言っても、どいつらだっけ、繁殖池と、こっちか、繁殖池とハイドロイド混成体っていう、この2枚が、まあ、この中ではトップレアのカードです。で、1枚ずつしか入ってない。というわけで、まあ、始めるなら4箱買ってもいいとかなんとか言われてますね。はい。今でも店頭には残ってるかな？撮影段階でも。はい。今回の開封は以上になります。そうですね。マジックに関しては、プレイはあまりできないかもしれませんが、こうやってカードを見てるのも楽しいので、また集めていこうかなと思います。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは、バイバーイ。